こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はウォークファンの使い方のご説明です。ウォークファンですね。まず、商品名をこのキーワードを入力してくださいというところに入れます。そして、オークション落札相場というので検索すると、今までの成約事例の金額がわかります。ヤフオク、それから楽天オークションの落札価格出てきます。そうするとですね、安く買えるチャンスがあるのか、あるいは、高く落とされているのか、そういったことが分かります。次に、そのキーワードを入れたまま、この検索中のオークションというところをクリックして、この虫眼鏡マークを押して検索するとですね、今度、オークション、ヤフオク、楽天オークション、そのオークションの、結果が出てきます。今、売り出ているのがあるかどうか、それが見れます。さらに、このショッピング、ここを押して、またクリックするとですね、今度は Yahoo ショッピング、楽天ショッピング、楽天ショップ、それから Amazon の結果が出てきます。だから、いちいちね、見比べず、このオークファンだけを使って、オークションの結果も、オークションも、ショッピングも見れます。楽天と、楽天オークションと、ヤフオクと、ヤフーオークションと、それから、Amazon とっていうね、いちいち切り替えて、見る必要がないんで、これ結構、使いであります。私は、まあ、プレミア契約にしてますけど、まあ、広告が出てこない。まあ、見やすいですね。まあ、別にここぐらい出ても気にしませんという方は、無料で使える、基本会員でも OK です。オークファン、これね、仕入れの前には必ず使ってください。また、使い方わかんないときはですね、お気軽にご質問ください。以上、天満アカデミー、堀秀夫でした。